はい連続講座、生物・遺伝子・ウイルス・免疫・医療・感染症対策の理解のために、本日は第5回、5月17日です。で本日は、アミノ酸タンパク質酵素についてやりたいと思います。で私は講師を務めます船橋市議で予備校講師の朝倉と申します。私の市議としての新型コロナウイルス関係の発信は、朝倉未来ある公式サイトに載せてありますので、どうぞご覧ください。 えー、東京都も感染者数が一桁になりましたが、船橋でも5日連続ゼロになっておりますので、この傾向が続くことをのあの願っております。で、この講座の中では、えー、特に2番ですね。ゆっくり時間をかけて回数をかけて説明するということです。まあ,あの最終的にはウイルスとか感染症対策の方に進んでいくんですが、その前提としての話を、 じっっくりやっていきますのでもし、えー、要点だけを知りたい人はすでに2月24日に発信しているウイルス解説3部作を先にご覧ください。それではあのー、生態構成物質機能、昨日のまとめからいきましょう、えー。私たちの体を構成する物質は、えー、糖質、炭水化物、脂質、タンパク質、核酸この核酸は DNA とか RNA とか遺伝子グループのことで。あのー、家庭科ではじゅあのー 給食とかの栄養素で重視されないんですけど、あの生体構成物質としては重要だということです。これが有機物ですね。で、その中で特にタンパク質について今日取り上げたいと思います。で、タンパク質は実はえっとプロテインという別名がありまして、ちょっと切れてるかな。あのタンパク質はプロテインって別名があるんですね。では別名とか英語でプロ,プロテインというんです。で、これは えっと、プロというのは第一のというもので、エインというのが物質ですから、第一の物質ということです。生命にとって最も大切な物質、まあ、何をもって大切かということはいろいろあると思うんですが、最も生物の体の中で実際に具体的に活躍しているものです。で、でここの緑で書いたものが、その,、えー、あのタンパク質の例でありまして、細胞の中で働いているものもあれば、細胞の外に出されるものもあります。で具体的に見ていきましょう。 で細胞の外に出されて最も活躍しているもので有名なのがヘモグロビンという赤血球中の、えー、タンパク質ですね。で、これをあの4つの鎖があって、その、えー、中にヘムという、まあ、これはここの部分は色素であってタンパク質ではないんですけど、それを包むこの鎖の部分がタンパクでできてまして、酸素運搬の働きをしています。 で一方、ミオグロビンというのはあのーまあ、これ筋肉の中に入っているちょ酸素貯蔵物質、えー、タンパクですね。さてえ、このようなタンパクがあったり、あるいはもう一つ酵素として働いているというのがあります。で酵素というのは、まあこ,れまあ、この緑で書いたところはこのタンパクで酵素の働きをするものなんですけど、え他の物質と結合して、他の物質を分解したり合成したりするす、反応の手助けをするものが酵素であります。でそういういうに えー、ヘモグロビンのような構造になったり、えー、酵素として他の物質の反応、えー、の手助けをしたりするのがタンパク質ですそれでは、えっと、タンパク質のことを説明するためにあの科学の世界に入っていきたいと思うんですねで私あのこういう最近整理してたらこういうノートを見つけました私が愛知県立、えー、自習館高校の時の2年生の時に使ってた、えー、科学のノートです まあこういう、いここれが、えー、表ですね。でこっちが裏ですね、裏。まあ、私も、松本イジが大好きだったんで、何でも台をつける癖がありまして、まあ、こういうノートに大きく、学と書いてありますで。高校時代に学び、その後、まあ、大学でもあの、まあ、あの続いて学ぶことになった科学、まあ、その後生物学も出てくるわけですが。 あのがえー、私の、あのーま、議会活動も含むさまざまなことの基礎になっておりますので、えー、そこを本日は説明していきたいと思いますさて、えっと、昨日の話の中で、えー、特にあの元素の中で原子の中で小さい順に20まで並べたのがこの周期法の様子ですでこの中で実はあの、ま、これあのこう この科学とかで最初に水平、リーベ、僕のふうに7万回、シップ、スクラーク化ということで20番目まで抑えるんですが実は20生物にとって本当に骨格として使っているのは水素と炭素と窒素と酸素あと少々、リンとイオを使っているということで、まあ、一番主要に使っているのはこの4つだけなんですねだからこの4つの原子の気持ちを考えると 生体タンパク質も含む生体分子の成り立ちが分かりますのでそこを見ていきたいと思いますでまず水素原子さんの気持ちになってみましょうで水素原子はこういう、まあ、もし原子の,あの単独だとするとこういう形をしています原子核というのが中心にあってプラスの電気を持った陽子というのがあってその周りを電子が回ってるんですねでちょっとこれ水素 というのは原子としてはちょっと簡単すぎるので次の2番目のヘリウムで説明しておきたいと思うんですがヘリウムというのは原子核という中心の核があってその周りを電子が回っているんですけどこの真ん中の,その中央にあるところを原子核と言っています原子核にはプラスの粒子とそれから電気を持っていない粒子があるんですねこれ陽子,あの陽子というのとこれ中性子というのがあります そして、周りを電子が回っているで。この陽子の数と電子の数、真ん中のプラスの粒の数と、外側を回っているあのマイナスの数の粒は、基本的に原子の中では釣り合うようになっていまして、ここ2とこれ2で釣り合っています。それで、この、えっと、電子がぐるぐる回っている軌道のことを、まあ、電子軌道と言っているんですけどその中で、計核という軌道があります。で水素は、 あの原子核の中に陽子が1個と周りに電子が1個ぐるぐる回ってるんで一応こうプラスとマイナスの粒の数がつり合ってるのでこれでつじつま合ってるんですけどあの実は水素はあのこの状態はあまり何、えー、て言うかなあの安定しない状態でできればどっちかにしたい。それ1つは もう裸になりたいとあの電子を捨てて裸、裸、まあ、というのは電子に捨て,捨てられちゃうと言ってもいいですけど、これ、えー、と引力で引き合ってるんですが、ちょっとこれ、プラスが1個しかないので、これ、結構離れっていっちゃうんですね、さよなら、電子さん、行っちゃうのねということで、裸の,あの水素になります、そうするとこれ、プラスが、プラスマイナス釣り合ってたところがマイナスかけますので、水素イオン H、H プラスという形になります。 それが1つつののの水素の行き道の1つですで。もう1つはヘリウム型になりたいとでヘリウムというのはう電子が2つ満たされてるんですけどこの計画というのには電子が2つ入る性質がありますでちょっと1個だと寂しいから2つ持ちたいとどうせだったらヘリウムのような原子あの電子軌道を目指したいということでじゃあこの1個ずつ持ってやつて がお互い1個ずつ出し合って真ん中で共有するとそれぞれ2つ持った形になるということで2つの原子が接近してここに電子を2つ共有して持とうこれ共有電子対といて言うんですがこういう形で真ん中で共有し合うことでその結合する形を共有結合と言ってますじゃあ後で出てきますけど酸素との間でも共有結合ができまして酸素の原子 水素から1個酸素側から1個供給されたものをここで共有してこういう結合をしているんですねで。ということで水素は、まあ、とにかく、まあ、水素同士であっても酸素,との酸素原子との間であっても、えー、電子を1つ共有し合ってこう1つと結びつきたいという性質が持っていう,ふうに、えー、考えます。 じゃあその次炭素さんの気持ちに炭素原子さんの気持ちになって考えましょう炭素原子は6番目の、えー、原子番号というのはあの6番目の軽さということですでこの原子番号の数と陽子の数は一致してますのであの原子番号6というのは陽子が6個あるんですねそして中性子も6個ありますえそして陽子と中性子を合わせた重,重さが実は原子の重さになりますので必要性は12.01になります で、12.01というふうに書いて、なぜ12じゃなくて12.01なのかと言いますと、これ、中性子、陽子の数は絶対 6, 6つに決まってるんですが、中性子が7つあったり、8つあったりするやつがあるんですね。でそうするとあの、これが12じゃなくて13とか14のやつも存在します。そうすると、それを、まあ、これが圧倒的に多いんですが、え13とか14という中性子の。 少し多いやつもう同位体というアイソトープって聞いたことがあると思うんですけどそのアイソトープがありましてその合わせた平均値をやると、まあ、12.01ぐらいになるということですちょっとここら辺はあの、えー、まあ、えーまあ、今日の話にはそんなに深く関係しませんのでちょっと用語の説明ということですさてそれでは炭素さんの気持ちに再びなりましょうでさっきの水素さんと同じだったら炭素さんも一番外側にある4つをこう捨てたいと いうまあ方向とそれから、えー、満たされたいという方向がありますで実は4つ捨てるのは非常に大変でそういうことはほとんどないんですね、えー、水素みたいに全部外側の電子を捨ててしまうということはありませんそうすると水素が取ったもう一つの道である、えー、じゃあ満たされたいとでえっと 炭素原子んにとって満たされたいと、もう K 核もすでに内側に入るので、第二軌道の L 核というところに8個入りたいんですね。で、8個入って安定しているものがネオンというものです。あネオンっていうのはネオンサインとか、あの照明とか、あの夜の照明とかに使ってますけど、このネオンという物質のこう8つある形が非常に安定なんですね。で、この8つを目指したいと。しかし私4つしかないと。そししたら誰かと共有して 計8つにしてししてままいましょうということをすするんですねで一番分かりやすいのは水素さんと共有してやろうと。で,でも水素は1個ずつしか持ってないので水素が4人個周りに張り付いていくんですね。そうすると炭素自身が持っていた4つとそれぞれの水素から供給された1個ずつでここできちんと共有電子水を作ることができると。そうすると、まあ、一番簡単なメタンという、まあ、あのよく、えー、っと天然ガスのと 成分としても有名ですけどメタンハイドレートというものがまあ有名ですね。でこうこう、こういう形になるんですね。で、そうすると、その見方かすると、ここに誰かと共有する、ここで誰か,こ誰かと共有する、これと誰かと共有する、これと誰かと共有するということで、炭素は結合種が4つあるんです。で、そうすると、まあこれ、鎖になりたいというのは、別に炭素原子自身がまあ、 その鎖になりたいと思っているかどうか分からないんですけどこの4つの結合種があるとこの、まあ、まあ隣の炭素と1つ共有していくということでこう横方向に結合種でどんどん結合するとともにえ上下にまだ余裕があるもんですが結構鎖を作りながらさらに上下にいろんな原子を貼り付けることができるという性質がありましてこれが実は炭素骨格カーボンスケルトンという生き物の体の一番の骨組みなんですね。 えー、生物は炭素骨格でできておりますさてそれではあと2つ登場人物、えー、酸素窒素さんと酸素さんの気持ちも考えてみましょうで窒素さんと酸素さんも実は、えっと、第2軌道である L 核を8つにしてネオン型になりたいと満たされたいという気持ちで動いてるんですねそうすると窒素は第7番目ですから最外核は12345です で酸素は8番目ですが、まあ、内側は関係なくて一番外側が反応性に関係するんですが、えー、とこれ、えー、5つですねでこれ6つですでそうするとここにあと3つ張り付いてくれれば安定するということで結合子を3つ持っていると解釈しますでそうするとこれアンモニアという、まあ、ここの結合子の相手に水素が寄ってくるとアンモニアという有名な分子になります NH3 ですね。 でまあ、こういう結合の様子が分かりやすい形でこの結合腫を書く表現の仕方もあるんですが、まあ、これいちいち書いていくと大変なんでも略して NH3 というふうに化学式に訳してしまうこともあります、えー、だんだんこういうふうに訳していきますただ実際分子構造的にはこういう形になっております次酸素で酸素はここに 123456ですね内側に、えー、2個で外側に6で計8で、えー、釣り合っておりますので、えー、こ,こ,ここはまあもう2個で満たされてますからこことここに誰かと共有したいということでこれ水外共有すると H2O という水というものができますそれからちょっときょ、あのー、結合の仕方として非常に 特殊なんですがあの炭素は4つの手があると言いましたね。で、酸素は2つの手があります。で、そうすると、えー、炭素は計4つになればいいから2本手を出してもいいんです。で、えー、酸素も2本手を出してもいいって、こういう形で、えー、共有電子対を2対持つこと、まあ、計4個電子を持つことで安定するという形がありまして、これが有名な二酸化炭素です。さて、えー、ということで、あのー、まあ、 周期表に戻ってみるとこれは1個捨てるか1個もらってヘリウム型になりたいと共有してヘリウム型になりたいこれは残り4つ共有したいとでこれはあと3つ共有したいこれはあと2つ共有したいという性質がありますさてもう1つ実は生物を理解する上で大切な性質がありまして 共有結合の極性ということについいてて考えてみたいんです。共有結合というのは真ん中で電子を共有して共有するということで結合子ということで簡単に説明できるものなんですがもう一つ性質があります、えっと、水素はさっき言ったようにこれ水素ですけど陽子が1個しかないプラスの電荷は1個しかないのでこのマイナスに,にという電子に逃げられやすいんですね逃げられやすい引力が弱いから逃げられやすい というので、えー、逃げられるとプラスに、えーまあ、傾きやすくなりますね。で一方、窒素はあのーまあ、こっちにプラスが7個もありますから、引きつけやすいんですねで。酸素も集まりから引きつけやすい、水素に比べると。でそうすると、まあ、ちょっと逃げられやすいというのは、ちょっと、えー、語弊がありましたけど、少しは、えー、とこう離れやすいんですね、こっち。 この引力から逃れて離れやすいこっちは引力というかプラスの力で吸引されてますので、えーっとまあ、マイナスを引きつけやすいということですでそうすると例えばアンモニアというものを見てみるとさっきアンモニアの理解のために最初平面的に書いたけど実際立体的にはこういう四角錐型というか正四面体型に近い形をしてましてそうするとこっちが 電子を引き付けるこっちが、えー、原子核が大きいので、電子を引きつけると。原子核にプラスが多いので、電子を引きつける。ということで、ちょっとマイナスを帯ということでデ、デルタマイナスと表現します。で水素は、えー、電子を引き抜かれやすい。まあえっと、引き抜完全にこっちに奪い取れるわけじゃないけど、こっちによ電子が寄せられちゃうんですね、こっち側に。そうすると、少しプラスを帯びる性質があります。これ、デルタでのち,ちょいという意味ちょいマイナスを帯び、ちょいプラスを帯びるという性質があります。 で水も実は少し角度がありまして酸素と水素の間にでこっちがプラスあ少し電子を引きつけてマイナスを帯びこっちがプラスを帯びますでこういうふうに、えー、ちょいプラスちょいマイナスの極性がある分子のことを極性分子と言いましてそういうのが重要な性質としてあるんですね、まあ、簡単に言うと、えー、ちょっとこれ、えー、厳密に言うといろいろ まああのー、もうちょっと正確な説明が必要なんですが、まあ、生物のこれからの話の理解の上では,窒素,は、えー、窒素と酸素は真ん中のプラスが大きいので電子を引き付けやすい性質がありますで水素は電子を抜かれやすい性質があるということでプラスになりやすいということですねさてそこまで行った上えでいよいよ今日の本題のアミノ酸、あのー タンパク質の話に行きますでタンパク質は最初に、えー、昨日言いましたようにアミノ酸が鎖状につながってタンパク質ができるということですね。それではまずそのじゃあ部品となるアミノ酸はどういう構造をしているかを見ていきたいと思うんですがアミノ酸はこれ中心に炭素がありまして、まあ、結合脂4つありますね。ここっちにアミノ NH2 N というグループがありますこれ、N、も結合子3つで H が1つですすからつじつまってますねで一方こっちにカルボキ式っていうのがあってこれが C, C はこれ COOH これ二重結合という、まあ、2つ結合しがあることを二重結合と言ってるんですがこれ1234で C の周りも4で合ってるし O も2であってるしここも O も2であってるし H も1であってるからつじつまってるんですねまあなんていうかなこの手つなぎ遊びみたいに、えー、手の数がそれぞれつじつま合うようにこう結合が、えー できていくということで、アミノ基とカルボキシ基があって、そしてここの即座というところがあります、この即座というところにさまざまな種類がありますこれがアミノ酸の20種類のさまざまな、えー、違いになってきます。でも、ここは共通です、アミノ基とカルボキシ基があることは共通です。で、また隣にもあ別のアミノ酸が来て、アミノ基とカルボキシ基が来たら、この中の水酸 OH の部分と H が取れるんですね。これ OH と H が取れたら H2O ですねつまり水が取れるんです昨日少しやりました、えー、脱水食合が起こるとあの結合をするときに昨日の説明の中でここですね、えー、こういう鎖状の分子は結合するときに、えー、水が取れると脱水食合が起こると、えー、水が取れて結合するんだという話をしましたけどその具体例の1つがこの ペプチド結合合における脱水縮合ですで。そうするとここ、こことここが直接くっついてこういう構造ができる。これがペプチド結合というアミノ酸同士の結合の場所になります。またここでもペプチド結合が起こりまして、ペプチド結合がつな、まあ、がる形でこう鎖状になっていくんですね。はい。 原子間の結合を書くともうこういうふうになるんですがここをいちいち書いてるのが大変なんでもう略すとこういうふうにします。NH3、えー、と, NH と COOH、アミノキ,カル,キ,ルキカ,カルボキシキというふうに簡略化していきます。あともう一つついでに知っておいていただきたいのがあの、まあ、これはでもいか、ちょっとこれは発展的だから後でにしましょう。 それで、えっと、一時構造が、あのあそれであのまずこう有利アミノ酸が結合して連結して、えー、こう鎖状になりますね、まあ。これはちょっと連結という言葉を使ったんでちょうどいいんですが、電車の車両と,車両,と車両の間が連結器で結合するようなものです。バラバララのの電車の車両ががあって、それれ、例えばこれ まあ、18 12両ぐらい書いてありますが12畳の電車が連結機でつながったら1つのつながりの電車になりますねというような形で、まあ、ただ結合するときに水が取れるというのが特徴ですさてその一次構造ができた後に次に、えっと、ここに2次構造というのができますこれが単に直線ではなくて少し螺旋を巻いたりジグザグ状になったりするんですね アルファえヘリックス、アルファらせん構造、ベータシート、ベータジグザグ構造というんですがえ、なるんですけど、その時に実は活躍しているのは、ちょっとここに小さな字で書いてあるんですが、さっき言ったように酸素は少しマイナスを帯びる性質がある、で水素は、えー、電子を抜かれてプラスを帯びる性質があるということですで、そうするとこのマイナスとプラスが電気的に微妙に引き合うんですね。 でこれが少し離れた場所で引き合うことがありまして、これがそのちょっと離れた場所の,あのアミノ酸同士のこのペプチド結合のところが引き合うことを、まあ、水素が1つの引き合いの相手になっているので、水素結合と言っていますで。水素結合で少しらせん状になったりするんですね。でさらに、えー、そこを折りたたむ、まあ他の場所で水素結合が起こったり、イオン結合というものが起こったり、疎水結合というものが起こったりして、だんだんと折りたたまれて、 立体構造というものがでできますでこれがあの、えー、こういう形なんですね。でこれこのえっと一次構造、2次構造、3次構造、4次構造、は、まあ、2次構造というのがら旋とかジグザグ状になったもので、それがさらに折りた,たまれたものが3次構造で、それがいくつか組み合わさったものが4次構造ということなんですが、それに一番近いイメージのやつが、まあ、これ私の家の電話機ですけど、電話機のこのコードが黒にそっくりなんですね。えっとまず タンパク質が、えー、組み立てられるときに、アミノ酸をつないで、まず鎖状の構造を作る、でその次にこれがらせんを巻く、これが2次構造ですね。2次構造でらせんとかジグザグ状になったものがこう、えー、ある形で折りたたまれて、こういう構造ができる、これが立体構造です。3次構造、えー、立体構造と言います。でこのときに分子ポケットというんですけど、ここに隙間があったりしますね。こういう。い でこういう隙間のところにさっき言ったような,なんか物質が挟まるとそれに対して化学反応で処理できるような酵素の、えー、活性を持ったりするんですね。ということで、えっと、この形で、えー、できます。でそれで再び、えー、そうですね、えーまあ、そ,ういうそういう見方でこのミオグロビンとヘモグロビンを見てみてください。えー、こここのの最初にに説明したいが、 1>, 1次構造でこれがぐるぐるちょっとらせん状になっているのが2次構造でこれが折りたたまえたのが3次構造でヘモミオグロビンはこれが1つの粒だけなんですがそれがまたいくつかくっつき合っているのが4次構造ということでヘモグロビンは4次構造をしているということですねそれではえっとじゃあ具体的に20種類のアミノ酸があると言ったけどもう一回確認しますよ 側こ,この,速さのところが20種類あると言いました、でここは全部共通です。カルボキシ式、網の木、電車の連結器みたいなところですから、どの電車でも同じような形をしているとでここも共通です。ここだけが違違ううんですすね。えー、そそると、の違い、 についいて、まあ、いろんなアミノ酸がありますが皆さん、名前聞いたことあると思うんですけど、栄養の勉強とかでも、まあ、栄養素とかでも出てきますので、えーまあ、これはあのすぐに抑えるということではなくて、まあ、こういうのがある、グルタミン、アスパラギン、トレオニン、セ,セリン、チロシン、グルタミン酸、アスパラギン酸リシン、アルギニン、ヒスジンとか、えー、それから、まあ、グリシン、アラニン、バリン、イソレシン、これ全部、えー、このソクサの構造がそれぞれ違うということで、えー、できております。 でいろんな種類のアミノ酸が即座、えー、の,の違いによってできるということですね。それでは、えー、もう一回確認するとこ,ここの数字上につながったときにこの数字はこ,れこの絵だと全く同じ黒い玉に書いてますけどここがバリンだったりシステインだったりトリプトファンだったりグルタミン酸だったりすると結合の形が微妙に違ってくるんですね。その微妙な違いが、 タンパクの多様な形とか性質に関わってくるということになります。はいえー、それで、まあ、確認をしておくと今日この、えー、タンパク細胞の中で、えー、こ,うヘこれはヘモグロビンのように細胞の外に出されて働くタンパクこれが酵素のように、えー、中で働くタンパクは、えー、この、えー、折りたたんだような形をしてますけどこの形はあのー、アミノ酸のつなぎがさらに、えー、らせんになったりさらにそれが折りたたまれたりして。 えー、合成されるんですねはいそれでは、えー、っとその特にタンパクの働きで有名な酵素という先ほどちらりとだけ言いましたけどもうちょっと正確に説明しましょうえ先ほど言ったようにタンパクはこう折りたたまれてこういうような微妙な形ができますのでここに分子ポケットとかいう、うん、言われる部分ができましてそこにある物質が貼り付くことができ,るできたりするんですねでそうすると その物質を2つに分解するような性質がありますでその性質でか生き物の体の中でさまざまな物質を新たに作り出していく性質がありますでこの酵素というのは、まあ、エンザイムという英語で言うんですけどこれはギリシャガ由来の英語でザイムというのが酵母酵母の酵母ですでエン,ザエンというのは酵母の中に入っていたものという名前で付けられました で、この酵素と気質が反応して酵素、気質、複合体となるできてこれが2つに分解されるこういう反応実は私たちの体の中で非常にたくさん起こってるんですねで私たちの生命活動はこれの酵素を起こす反応によって支えられてる酵素がなかったら非常に鈍い反応が酵素があるおかげで非常に速くなってくるでただ酵素にはいろんな性質がありまして基質特異性え例えばえ特定の物質のみに働く例えば 大気の中に入っているアミラーゼというのはでんぷんにしか働かないと、えー、それから膵臓の中、す臓から出されるリパーゼというのは脂,肪脂質の分解にしか働かないというように、えー、形が決まってますので、えー、その鍵と鍵たいに特定の物質のみに働く性質があります。次、3番が重要でありまして、タンパク質であるために変性、えー、高温薬 pH 変化で、P、pH というのは酸性アルカリ性の変化で立体構造が変化し失活することがあるこれ何かというとタンパクは立体構造でこういうような構造を作ってここの微妙な形が酵素反応やさまざまな構造に重要な働きをしてるんですがここを形作ってるのは水素結合とかイオン結合とか緩やかな結合が多いんでこれがなんか熱を 高い熱が加えられたりするとこう形が変わってしまうんですね。そうすると働きを失ったりします。よくタンパクが働きを失うことがあるという話がいろんな。これから病気の仕組みとかで出てくるんですけど、それはこのタンパク質の立体構造の変化であることがまあ、一定の比率であります。はい、ということですね。だから特に高温については弱いと。まあだから。あの。 生物も高温にすると死んでしまうものが多いというので、まあ、それが逆に高温による殺菌の仕組みでもありますということですねということでありますでえっとちょっとあの難しい部分もあったかもしれませんけどあのまあ逆に言うとえー、っとこう元素は、えー、自然界に存在する元素だけで92もあるんですが 生き物の骨組みを形作るっていのは、わずかその中のこの水素、炭素、窒素、酸素の4つが主であるとで。それぞれの,こう分子あの原子の性質と結合の仕方まあ結論的にはこの結合種の数です、ね、を知っておけば、結合種4本え、これが3本と2本と。 大体の生き物の体に出てくる生態の分子の様子はわかるし、まあ、その中で今日はアミノ酸のわったのアミノ基とカルボキシ式キを持って即座を持った構造でこれはやっぱりと途中で窒素が入っているとはいえ基本的には炭素の並びですね炭素骨格で生物ができている一つの典型的な例だというふうに押さえていただいてそういう立体構造を持ったものがまあ さまざまな微妙な形を作ることによってさまざまな働きに関係していると、えー、酵素と構造に関係しているというのがタンパク質であるということですさてじゃあ明日の導入ですがえっとここです今細胞の中で具体的に活躍しているものの酵素のこととかタンパク質のことを言いましたじゃあこれは誰が例えばリシンとかトリプトファンとかそういう並びを決めてるかというとそれを決めてるのが実はいよいよ本体ですね DNA と,いうと RNA という遺伝子のグループです、えー、アミノ酸の並びを決めてる遺伝子とそのアミノ酸との,の並びとの対応関係について暗号のような仕組みがありましてこれが実は、えー、原核生物真核生物からウイルスまで共通というか、まあ、ウイルスは逆に言うと原核生物真核生物に共通の仕組みをのっとって、えー、その、えー、人に人感染した細胞に 自分のタンパクを作らせるという、えー、ことをやらせるんですが、えー、その、えー、DNA、RNA、タンパクの対応関係について、明日また見てみたいと思います。ごご聴ありがとうございました、はい